90年豊臣秀吉の命を受けた石田三成が約2万の兵を引き連れ忍城へ攻め入る。対して忍城成田軍はわずか500、2万対500、圧倒的な力の差。果たして忍城成田軍は城を守りきることができるのか。演じます。よろしくお願いします。舞台は忍城沢口。